今日からはここが君たちの帰る家だよ。ようこそ。よう来たな、国を追われた哀れな者ども。我が大ギアーデがそなたらを慈悲と憐憫をもって歓待しよう。美声風情に法恩など期待せぬゆえ、せいぜい感謝をもって受けるがよいぞ。やかめが、なぜ後ろを振り向くのじゃ。他に誰かいるのかと。そうなんだが、扉を閉めたであろうが、馬鹿にしておるのか。うん、これじゃから共和国ごとき下世のお前は。娘さん、こう言っちゃなんだが、ちゃんとしつけた方がいいと思うぜ。ああ、いや、彼女は僕の娘じゃなくて。誰がこのようなコッパ役人の娘であるか。わらわは。フレデリカ・ローゼンフォルト。ちょっと事情があって預かってる子なんだ。その傷を癒すためにあてがわれた可愛らしい妹がわらわじゃ。そなたらが失った家族と家と幸福の代わりを慈悲深くもくれてやろうというのが連邦政府の考えじゃ。せいぜい可愛がってくれるがよいぞ、兄様ども。うきゃー、うえー、てれだ、早速いじめられたのじゃ。はいはい、今のは最初から最後までフレデリカ様が悪うございますよ。どうした、バイデン、お帰りなのじゃ。あ、テレザは買い物に行ったきりずっと戻らぬ。誰もいないのか。じゃあ私、お腹っちゅういたな。待ってろ。うまい、感謝するぞライデン。はいはい。君たちの仲間だってそれを望むはずだよ。負い目に感じるようなことじゃないんだ。やめよ、エルンスト。ようやく迫害の檻を逃れたその者らを今度は哀れみの檻で閉じ込めるつもりか。それが共和国やらの仕打ちと結局は同じと、まさかわからぬのか。そもそもがその者らは物のわからぬ幼子ではないのじゃ。行きたいと望んだのなら行かせてやるがよい。それに先に、どうしてあれだと。見知った者の現在と過去を覗き見るのがわらわが受け継いだ血の力だからじゃ。はね気味のつけた傷、痛かったであろう。すまぬ、見えてしまったのじゃ。しかしわらわには見ることしかできぬ。わらわ一人ではキリアを救ってやれぬ。じゃからどうか手を貸してほしい。そなたが救い、そなたを救った姉君のように、わらわの騎士も救ってほしい。